どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、プライティパスのね、まとめ動画、先日ね、こちらで、え、話させていただいたわけなんですけれども、ちょっとね、更新する部分がございますのと、またね、 ポイントサイトの案件とですね、公式サイトのキャンペーンが合わさってですね、かなりお得に発行することができる、こちらのクレジットカードがね、今案件として出てるんですよね。で、こちらね、私の予想としてはですね、ポイントサイトの案件で、年会費はね、実質無料、プラスアルファみたいな感じなんですけども、プラスね、公式サイト側で2万2000相当のポイントがもらえるということで、多分これね、多分早期終了しちゃうんじゃないかなって思うぐらい、もしくはね、ポイントサイトの案件 がなくななくるぐらいいでおお得っていう風になっててうにりますんで本日はね、このプライオティパスのまとめ動画プラスこちらのね、クレジットカードの解説もね、一緒にやっていきたいななんていうふうに思いますので気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、こちらはですね、プライティパスの年会費の安いクレジットカードのまとめで、またね、前回のね、話した時よりですね、少しね、パワーアップしている追加情報をね、足しているっていう風になるわけなんですけども、ま、ここら辺はね、ま、あ一緒ですよね。セゾンゴールドアメックスとかね、初年度ね、年会費無料キャンペーンがやっていて、1万1000でね、あの、プライティパスね、追加していただければ、利用することができるって言いだらになります。ま、このクレジットカードはですね、年会費有キャンペーンがね、今までありまして、ま、これをね、利用さ されている方はですねえー。0円でね。利用することが年会費できるっていう風になりますんで、まあ追加1万1000でですね。プライティパスね。本会員だけにはなりますけども、も、えー、無制限でね。利用することができるクレジットカードっていう風になるんですよね。で、またね。セゾンプラチナプラチナビジネスは年会費2万2000円、プラチナビジネスカードは初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、まあ、これでね。本会員だけ無制限でね。 プライティパスで利用することができて、こちらね、どちらもセゾンカードなんで、えー、同伴車料金がね、安いんですよね。ですので、1名2200 2, 円で、ねえー、同伴車ね、えー、プライティパスで利用することができるっていう風になりますんで、まあこちらもね、 えー、ビジネスカードに至ってはずです、ね、初年度年会費無料で利用することができるので、1年間ね、使い放題で利用することができるって言った味になります。こちらの強い部分は、セゾンプラチナ、プラチナビジネスね、セゾンマイルクラブね、加入することができて、えー、ジャルマイルの還元にでね、基本で1.125取れるっていう風になりますんで、こちらね、非常にでかいですよね。ですので、ジャルマイルをメインで貯められて、またね、本会のプライティパースを付帯させたいっていう方は、まあ、基本的にね、こちらが一番おすすめですかね。 会員しか利用することができなくてえ家族会員とかですねあの利用することができない同伴者料金でね2200円かかるわけなんですけどもマイルの還元率としてはねやはりこのカードをねこういクレジットカードね私は知る限りないかななんていうふうに思いますのでまあ jal マイルを貯められている方はねこちらが一択になるかなっていうところですねで、えー、前回もねここら辺は一緒ですかねエポスプラチナカードね年会費3万円正体だったら2万円で利用することができるんですけれどもこちらも無税 値しておりまして年間100万円使えばエポスプラチナカードっていうのはボーナスポイントで2万ポイントがもらえますのでまあこれをね 正体でエポプラを取って、で、またね、2万ポイント100万円で使って、ポイント払い、年会費支払えばですね、まあ1年、毎年ね、毎年100万円達成する必要はございますけども、年会費充当していただければですね、ポイント払いで、え、利用することができるって言いた味になるんですよね。私はね、こちらをちょっと狙おうかなっていうふうに思っております。で、アパエポスプラチナということで、こちらね、アパホテルの修行がね、年間20泊ね、していただかないと、この、 アパーエポスプラチナって発行できないんですけども、平日のね、無料宿泊は2泊もらえたりですね、朝食券とかアップグレード券とかもえもらえて、さらにその上にプラチナ、エポスプラチナの特典もね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ知る人ぞ知るね、お得カードっていうふうになりますんで、まあこちらもね、 アパホテル利用される方はね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、ここまではですね、前回とね、話は一緒っていう風になっておりまして、JCB ゴールザプレミア、こちらは、えー、細かい話でちょっと入れさせていただいたんですけども、もともと年会費は1万1000円のクレジットカードなんですよね。ですけども、この JCB ゴールザプレミアっていうのは、 JCB ゴールドの招待制のカードっていう風になっておりまして、直接申し込むことはできないんですよね。で、200万年間で使っていただければ招待を受けられて、またね、100万円を2年連続でもね、こちら、招待を受けることができるっていただきになります。通常のね、JCB ゴールドね、今初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、まあ、ここで発行していただいて、まあ、1年間でね、200万円、もしくは2年間で100万円達成していただければ、まあ、こちらのね、ゴールドプレミアが、えー 1万1,000円で利用することができて本会員のみにはなりますけれどもプライティパスね無制限で利用することができるってイタチになるんですよね。 で、こちらはね、家族カードとかね、同廃者2200円かかってくるわけなんですけども、このね、JCB ゴールドプレミアっていうのは、年間ね、100万円使わないとですね、サービス年会費っていうのがかかるんですよね。それが5500円だったかなかかるんですよ。で、それが100万円使うと無料になるっていうふうになりますんで、一応ここにはね、記載してないですけども、何にもしないとね、16500円かな年会費になるわけなんですけども、100万円使えば、 年会費がね、そのサービス年会かからないっていうふうになります。でですね、このサービス年会費が、まあ年間100万円使うと、まあ無料になるわけなんですけども、JCB のクレジットカードということで、 スマイリボ登録していただいてですね、年に1回使っていただくと、えー、ゴールドカードの場合はね、5000円の割引を受けることができるんですよね。こちらね、前回この動画作った時にですね、ちょっとね、抜けていた部分なんですけども、年間100万円を使って、またね、違う期間にですね、スマイリボ登録して、またね、1回以上利用していただいてですね、 え、スマリボのね、年会費キャッシュバックを受けていただければですね、こちらね、年会費最安6000円でね、このプライオリティパスのえ無制限ね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあちょっとね、あの、スマリボの管理であったり、またね、100万円使わないとサービス年会費かかってきま、来てしまいますので、まあ管理はね、かなり必要にはなるわけなんですけども、おそらくね、え、プライオリティパスの 無制限のね、プレステージ会員が利用することができるクレジットカードの中で多分最安値になってくるのではないのかななんていうふうに思います。うまく使ってね、うまく管理できる方に関してはですね、こちらね、非常におすすめっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。で、またですね、 こちらの UC プラチナカード、これもね、前回お話しした通り、え、初年度年会費無料やっておりまして、年間6回まで、プライティパス無料で利用することができます。で、こちらはですね、え、今ね、決済端末エブリンがね、もらえるキャンペーンとかも、送料無料で、送料だけ負担して、ね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、そんなに悪くないのかなっていうところですかね。まあ年間6回までなんでね。 注意ではあるわけなんですけども、まあ、初年の年会費無料で年6回でいきますからね。これはいいですよね。で、MUFG プラチナカード、こちらに関しては、家族がね、まあ、4人家族とかね、5人家族とか、家族の方がたくさんいらっしゃる方に関しては、MUFG プラチナカードね、非常におすすめです。2万2000円の年会費かかるわけなんですけども、こちらね、ポイントサイトのね、案件が、ね、同額出てるっていうふうになりますんで、まあ、実質ね、1年目は無料、2年目以降は2万2000円かかる あるわけなんですけども本会員はもちろん利用することができるんですけども家族カードが1枚無料でプレステージ会員がつくで、またね2枚目以降もえ3300円で発行できてまたねプライティパスもプレステージ会員がついてくるっていうふうになりますんでまあ、1名増えるだけでね3300円払えばまあ、プライティパスね家族分もね発行することができるっていうふうになりますんでこちらね非常に強いところだなっていうふうに 思います。こちらのポイントサイトの案件がこちらになるんですよね。三菱 UFJ カード、プラチナアメリカンエクスプレスカードということで、ポイントサイト、ポイントインカム経由で発行していただければですね、2万3000円もらえて、年会費ね、2万2000円なので、まあこちらのポイントね、えー、もらったらね、銀行振り込みすることもできますし、もちろん NA マイルジャルマイルに交換することもできるんですけども、まあそのままね、現金にしていただければですね、実質ね、初年度無料で利用することができるっていうふうになります。 ですので、家族の多い方はですね、こちらのカードね、非常におすすめっていう風になっておりますんで、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。またね、静岡銀行セゾンプラチナ、こちらも22000円。これね、セゾンのクレジットカードのプラチナで、静岡銀行との提携カードになると思うんですけども、まあ、条件はね、こちらと一緒なんですけども、こちらね、家族カード1枚無料で、またね、プライティパスね、家族カードも付帯してるっていう風になりますんで、こちらもね、 ポイントサイトに案件があって、ハピタスで2万2二千円で多分出てると思うんですよね。その案件がこちらになるわけなんですけども、発行後ね、ショッピング利用で2万2二千円で、またね、えっと、入会後翌月末までに5千円利用していただければね、こちらのポイントがもらえるっていうふうになりますんで、え、初年度ね、実質無料で利用することができるっていうふうになりますんで、こちらもね、非常にいいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、今回ですね、今ね、非常に強いキャンペーンが入ってきているのが、 こちらです。アポロステーションプラチナビジネスということで、こちらね、イデミツカードのね、プラチナビジネスカードということで、えセゾンのカードと、えー、イデミツカードが出資してね、発行しているっていう風になりますんで、まあ中身はね、大体セゾンカードなんですよね。 ま、一応発行モーターはね、いでみカードらしいんですけども、中身はほとんどセゾンカード、え、貯まるポイントはね、永久不滅ポイントじゃなかったりするんですけども、こちらのカードもですね、22000のね、年会費が初年度からかかって、え、プライティパス無制限で利用することができて、え、1枚3300円ですね、追加カード、一応ね、こちらビジネスカードなんでね、1枚3百三3三0 0円で、ね、発行することができて、プライティパスもね、え、利用することがプレステージ会員で利用することができます。で、こちらはですね、 何が強いかってまず1つ目はこれですよね。 年間300万決済していただくと、年会費無料になるんですよね、次年度。ですので、年間300万ね、まあ、300万だったらこのクレジットカードに突っ込んでいいよって思える方はですね、こちらね、フライティパスね、ずっと無料で維持することができてしまうっていうふうになるんですよね。で、一応ね、ポイント還元率はね、0.8%還元で、まあ、ちょっとね、悪くはなるわけなんですけども、たまったポイントもですね、ANA マイル、JAL マイルもね、交換することができるっていうふうになりますんで、ま、あ無駄にはね、ならない っていう風になるんですよね。で、こちらのね。 クレジットカードがね、何がすごいのかっていう話なんですけども、そのクレジットカードがね、こちらになっておりまして、アポロステーションプラチナビジネスということで、こちらね、あの、プラチナカードのビジネスカードなんですけども、誰でもね、発行することができるね、クレジットカードっていう風になります。ですので、あの、決済書とかね、そういうものに、あの、必要なくて、会社員の方でもね、発行することができます。で、まずね、一番強いのはこれなんですよね。入会していただくと、漏れなく22000ポイントっていう風に、 なるんですよね。で、公式サイトでね、まあ、入会するだけでポイントもらえますよっていうキャンペーンは、まあ、基本的にね、ポイントサイトの案件はね、消えるはずなんですけども、なんとね、こちらのクレジットカードね、2023年の8月の末ぐらいにね、まあ、新規で出たカードみたいで、発行してほしいんですかね。 ポイントサイトにね、案件あるんですよね。まずね、私がおすすめさせていただいて、まあ、私もね、あのー、マリオットポイントね、ポイント集めてるっていうふうになりますんで、私はね、ハピタスで利用させていただいたんですよね。まあ、先ほどのキャンペーン、こちらにもね、書いてあると思うんですけども、12月の1日からこちら始まったキャンペーンで、発行とね、利用していただくと22,500ポイントがね、もらえるんですよね。で、こちらはですね、発行、 後にですね、カードを利用された方ということで、特にね、いくら以上使わなきゃいけないわけではなくて、まあ一回でもいいからね、Amazon ギフト券15円でもいいので、まあ購入していただければ、こちらのポイントがもらえるっていうふうになりますんで、年会費はね、初年度こちらで実質無料になりますよね。で、またね、実質無料になるにもかかわらず、このね、2万2000ポイントがね、もらえるっていうふうになりますんで、まあ合計ね、4万、 4000ポイントね、もらえてしまうっていう風になるんですよね。いやね、これ非常にね、不思議で、もあ私はね、もう発行して、今ね、審査待ちになっているわけなんですけども、まあ多分ね、私の予想だとね、ポイントサイトの案件はね、結構早い段階で消えるのではないのかな、なんていう風に思っておりますので、もしね、発行されたいっていう方はね、ぜひこのタイミングで発行していただくのをね、おすすめっていたがちになります。 で、ポイントサイトハピタスはですね、22,500ポイント。私はマリオットポイント貯めてるからね、もうしょうがないかなと思ってね、ハピタスで利用させていただいたんですけども、普通にね、ANA マイル、JAL マイルに交換しますっていう方で、チョビリッチでもいいですよっていう方は、27,000分のポイントでもね、案件あるんですよね。まあこちらはね、もう5,000ぐらい違うんでね、まあできればこっちの方がいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ私はね、ちょっとマリオットポイント集めてる部分があるんでね、こっちにしましたけども、まあもしね、あの、 ショビリッチでもいいですよ。もちろんこちらまで、ね、ドットマネー通っておりますので、まあ、ポイント効果はねあ、あの、マリオットには交換できないんですけども、ANA、うん、マイル、JAL マイルのルートはね、通ってるっていう風になりますんで、もしね、マリオットポイント交換しないっていう方は、こちらがね、おすすめって言いたがちになります。まあ2、22000なんでね、5000プラスして、 新規入会キャンペーンのね、22000ポイントもらえるっていう風になりますんでね、めちゃくちゃ大きいですよね。ぜひね、こちら、えー、利用していただければな、なんていう風に思います。こちらもね、一応、ハピタスの案件も両方ともね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしてください。で、こちらのね、新規入会キャンペーンの詳細なんですけども、アポロステーションプラチナビジネスに新規ご利用いただくと、漏れなく22000ポイント。で、この22000ポイントっていうのは、22000円相当に、えー で、こちらのキャンペーンがね、2023年12月1日から来年の3月31日までね、やっていて、2024年4月15日までに発行していただくと、発行するだけでね、このポイントがもらえるっていうふうになるんですよね。特にね、何か利用しなきゃいけないみたいな、まあ、そういったか、かあの、キャンペーンではなくてですね。 発行していただくだけでね、もらえるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ポイントの利用先にね、ANA マイル、JAL マイルね、記載ありますけども、このね、アポロステーションプラチナっていうのはですね、直接ね、ANA マイル、JAL マイルにも交換することができます。こちらね、あの、2分の1になってしまいますんで、50%のね、交換率になりますんで、まあ、できれば JAL マイルの方が、 いいですかね。まあ、D ポイントとかね、ポンタポイントとかね、まあ、経由していただいてもいいと思いますし、まあ、D ポイントだったらね、こういうのもね、今やっておりますので、さらにね、上乗せできるっていう風になりますんで、まあ、ここはお好みになるわけなんですけども、え50% 10日か0かっていう風になります。で、ANA マイルもね、一応交換できるんですけども、50%になっちゃうんで、まあ、こちらね、 あの、ジャルマイルに交換していただいた方がね、いいのではないのかなっていうところですかね。まあ一応ね、あの、マイルにね、交換することができるっていうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。で、こちらのね、カードの特徴なんですけども、まあこちらね、一応ビジネスカードということで、ビジネスのね、えー、話も、えー、記載がされておりまして、またね、100えー、還元率は、えー、国内に次は0.8%還元っていうふうになります。で、またね、こちらは、 えっと、いでみつのね、クレジットカードっていう風になりますんで、え10円だったかな ?8 円だったかなちょっと金額ね、忘れちゃったんですけども、どっかに書いてあるかな はい、あの、ガソリン代がね、安くなるクレジットカードっていう風になります。で、こちらね、記載されている通り、プレステージ会員通常年会費469度が年会費無料。え、追加会員の方も年会費無料でご登録いただけますということで、こちらね、え、利用することが、追加カードもね、利用することができるって言った味になります。で、またね、こちらプラチナカードっていう風になりますんで、か あの、国内のね、ラウンジとかも、えー、利用することができるっていうふうになりますし、またね、コンシェルジュサービスとかもね、利用することがね、できるっていうふうになりますんで、こちらね、ネットで調べた感じだと、このコンシェルジュはやはりね、あの、セゾンとイデミツで出資しているね、このイデミツクレジットっていうふうになりますんで、セゾンのね、コンシェルジュがね、利用できるみたいですね。で、こちらね、入会資格が記載されておりまして、経営者との方じゃなくてもね、発行することができるっていうふうになりまして、 決済書とかもね、特にいりません。で、国際ブランドはね、Visa とアメックスどちらでも利用することができて、年会費は本会員2万2千円。追加会員が3300円かかるって言った味になります。追加会員は初年度年会費無料みたいですね。で、またね、え次年度年会費無料、えー、特典ということで、ショッピング300万円以上決済していただくと、え次年度の年会費2万2千円が無料になりますということで、まあこちらね、300万円毎年突っ込める方は、 プライティパスね、無料で、えー、ずっとね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、本当に強いですよね。で、またね、 えー、ポイントサービスは先ほど言った通りね、100円につき、えー、8ポイントっていう風になりますんで、0.8%還元っていう風になります。まあ、こういった感じですかね。一応先ほどから言ってる通りね、コンシェルとか、えー、プライティパス、またね、ETC カードなんかも、えー、無料でね、発行することができます。で、またね、一級のプレミアサービスとかね、えー、ダイヤモンドステージ特典がね、利用することができるみたいですね。あとね、こういったね、ロードサービスとかもね、いでみの えー、離動二重でね、利用することができるっていうふうになりますんで、車ね、あの、保有されている方はですね、このクレジットカードね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。私もね、あの、先ほど冒頭でちょっと言ってるかもしれないですけども、これのゴールドカードの、あの、個人カードをね、先日発行したばっかりなんですよね。で、今日ね、あの、ビジネスカードのプラチナね、発行したわけなんですけども、やはりね、井出光のクレジットカードということで、まあ、この車系のね、ガソリンで、あの、代金のね、割引とか、 もあるんですけどもまあ、こういったねロードサービスの特典とかもありますんでね車利用されてる方はですね結構ねいいのではないのかななんていう風に思いますはいということで今回ですねアポロステーションプラチナビジネスカードはですね初年度ね 年会費、実質ね、無料で利用することができて、またね、公式サイトのキャンペーンも併用することができるということで、まあ、非常にお得になっておりますんで、ぜひね、発行検討ね、していただければな、なんていうふうに思います。私もね、こちらも発行して、今ね、審査待ちって話をね、させていただいたと思うんですけれども、今ね、セゾンアメックスプラチナビジネスで、プライティーパスね、1年間え利用させていただいているわけなんですけども、まあ、これがね、ちょうど来年の1月か2月ぐらいね、切れるところだったんで、まあ、私はね、先ほどのセゾンの の静岡銀行の方ね発行しようかななんていう風に思っていてたわけなんですよねですけれども今回ねこちら新規入会キャンペーンもね併用することができるということでまあ、こちらでね1年間ねプライティーパスねお世話になろうかななんていう風に思っておりますいやねポイントサイトでね実質無料で利用することができて公式サイトでね特に何も使わないで、ね、ポイントももらえてプライティーパスもねプレステージェ利用することができるっていう風になりますんでこれねどれかね ポイントサイトか公式サイトのキャンペーンどっちかね、まあ、あの、公式サイトのキャンペーンがなくなるってことはね、ちょっと考えづらいので、ポイントサイトの案件がね、ちょっと消えてしまうんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、もしね、発行されたいよっていう方は、まあ、できるだけね、早くね、発行しといていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた。 動画でお会いいたしましょう。バイバイ